よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日は2020年6月12日朝ですね。朝の、今時刻は7時23分頃かな。おはようございます。ということで、はい、起きました。今はさっきから起きてたんですけど、ちょっとなんか、ツイッターとか見てたんですけど、まあ、ほぼさっきも起きたばっかりです。ということでね、編集動画です。昨日はね、結構ね、遅く寝ました。俺様いつも早く寝るんですけど、まあ最近ちょっと遅いかな。昨日も12時過ぎましたね、寝たのが。12時過ぎだと、俺様遅い方なんですね。大体、11時台とか、まあ、早時は10時前に寝るんで。はい、ということで、昨日はね、動画編集してたんですけどね。ドライブの動画がね、いっぱい溜まってて、で、あれ、長いからエンコードにすごい時間かかってね、めんどくさかったです。はい、それとまあ、俺様のいつも撮っている低画質カメラと、パソコンをね、繋げて、動画データを移動させるんですけど、ちょっと相性が悪くてね、その機械のね、何回も失敗したりとかしてめんどくさかったです。まあ、昨日は一日ね、在宅勤務だったんで家にいました。で、夜、なんか飲みにも行こうかなと思ったんですけど、雨が降ってきたんでやめました。で、今日は出勤日ですけど、まだ時間があるんで、なんか動画編集とかして、なんかご飯食べ、松屋とか行こうかな。で、まあ、そんな感じですね。はい。俺、ちっこの腹巻きとっても大事にしてるんだね。ボーボーする。いやだにゃん、おしっこよ。なんてこと言うの、ひどいね。まあそう、低画質カメラはね、新しいメモリーカード買ったんで、もういっぱい動画入るようになってるんで、まあ別に動画、カメラに残したままでもまだ撮れるんですけど、まあ、またね、今週末、名古屋遠征に行くんでね、そう、できるだけ動画をパソコンに移して、カメラのデータから消しとこうかなと思ってます。そう。まあ、名古屋市はね、もう、大体どこも行ってるんで、あんまり行きたいとこないんで、まあ、周りですかね。ちょっと岐阜の方に行こうかなとも思ってます。あとはもちろん岩倉市にも行きます。はい。にゃん、ボボする。いやだにゃん、おしっこよ。ひどいにゃん。岩倉のね、なんかレンタサイクル市役所で借りられるっていうのを聞いてたんで、市役所のホームページ見たんですけどね、なんか平日しかね、借りられないみたいですね。まあ、俺様、平日になかなか行けないんで、一回岩倉市サイクリングしたいんですよ。で、自転車に乗りながらね、サイクリング動画をね、撮りたかったんですけど、ちょっとそれは無理そうですね。まあいいや、ということで、ボーボーする。いやだにゃん。腹巻きボーボーするよ。いやだにゃん。おしっこよ。ひどいにゃん。まあそうだね、まあ岩倉なんですね、見るとこないんだよな、もう大体見たし。ね、そう。金末も行ったしね、アピタも行ったし、ピアゴもカーマ21も行ったんで、そう、岩倉もね、なんか、荒尾っていう居酒屋か、岩倉サンタさんがよくなんか動画撮ってるところにちょっと飲みに行こうかなと思ってます。はい、そう、ボーボーする。ひどいやん、おしっこよ。ひどいやん。でもなんかね、土日ね、ちょっとね、雨の予報なんで、ちょっとそれが嫌ですね。はい、ということで、おはようございますの動画でした。無編集です。それでは、ボーボー、ジバニャンの花盛り。ボーボー、